ゴルフネットワーク。皆さんこんにちは。こんにちは。ゴルフネットワーク YouTube です。お願いします。はい。アマチュアの味方伊藤さん。はい。はい、この時期、はい、芝がかなりこう薄くなってきてるじゃないですか。まあ、秋になって。怖いですよね。ね、そうするとやっぱり一番怖いのはアプローチ。はい。まあもちろんパターとかでやればいいんですよ。はい。やればいいんですけど、やっぱりここプロみたいにウェッジを使ってまあ上げたいので、なんかざっくりしないアプローチの仕方みたいなのがありますので、うん。やっぱりあのアプローチってスコア作る上で、うん、ものすごく大事だと思うんですよ。はい。で結構こうレッスンってショットをメインに、まあ、最初の頃はやってて、ショットは良くなってきてるけどスコアが上がらないってなると、うん、やっぱりこうグリーン周りに近づいてきたものが弱点というか、大げさに言っちゃえばドライバーでカップインすることってまあ不可能じゃないですか。そうですね。だけどアプローチってアマチュアでもカップインすることって、まあ、確かにゼロではない。ゼロではない。ゼロではないですよ。っていう夢がある、こうショットなんですよ。はい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 。だからやっぱりアプローチって、そこそこ、うん、やっぱりショット自体がこう安定してきた方は、うん、こっちの練習量はもう8割ぐらいにしてほしいぐらい、練習場行ってドライバーが一番多いんじゃなくて、こっちで目の前に山ができるぐらいまで8割打って、仕上げにドライバー打ってきたよぐらいになると、うん、あ、おしゃれ、おしゃれなんですよそう、おしゃれゴルファー、おしゃれゴルファー。まあ、アプローチって、まあ、要はカップインできるかもしれない、うん、かもしれない、かもしれないクラブじゃないですか。確かに、はい、だからもちろんカップイン狙いたいんですけど、まず第一は、うん、目の前にあるグリーンに乗せる、うん、乗せる、はい、確かに、あの大きな20ヤードぐらいのグリーンに乗ればいいんですよ。まず歯がゆい時あるんですよ、目の前にある、目の前、そうそう目の前にあるのならないその後にやっぱりこう、まあ、寄せたい、寄せたい、まあ、確かに、はい、そっからまあ入れたいっていう段階があるので、はいはい、自分が今どの段階をクリアしてるかっていうのは、まず、はいはい、まず知っていただく。なるほど。無理に高いところをあの目指す必要は私はないかなと思うんで、でまずこう乗せたいってなってくると、うん、ここのミスってやっぱり最小限に抑えなきゃいけない、はいはいはい、そのインパクト付近の、うんうん、例えばここでざっくりやったり、うんうん、トップしたりしたら乗らなくなる。めちゃくちゃもったいないですよ。でやっぱりそこで基本となる動きって私はスピードだと思うんですよ。スピード、スピードで乗らない方って基本近くて怖くて緩めるとか、うん、はいはいはい、そのはぁみたいな、ふってこうもう近いからもう こういう感じになっちゃったりするんですよ、うん、はい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 、はい、やっぱりこうブランコみたいなもんなんでゴルフって、はいはいはい、このクラブが物理的な動きをするので、うん、どっちにしても上がったスピードよりいくら小さいアプローチでもスピードは上がってくる、うんうんうん、でどうしても近くてアプローチが苦手な方っていうのは、うん、上げたスピードより緩めるっていうこういう傾向がすごいあるんですよ。なるほど、はい、これは結構もう練習場でも結構あります。アプローチ苦手な方はもうスピード感がない、うん、だから結構よく言われてるのがリズム感っていう言葉でも言われる。そうなん、それ聞きたかった。リズムとは違うんですか。リズムもいいと思うんですけど、リズムって分かんないですけど、リズムって何ってまず話になるので確かに、だって早く上げてゆっくり下ろすのもこれもリズムの人いるかもしれないんで、こうやって、あー、うん、なるほど、そっか。別にこれが間違えてるってわけじゃないですけど、うんうんうん、苦手な方ほどやっぱり減速させるってことは、これが例えば手を離すと落ちるじゃないですか、こうやってポンって、はい、落ちますね、落ちます。落ちる時ってスピード速くなりますよね。確かに。それを弱めるってことは自分の力でブレーキをグググググってかけなきゃいけないんですよ。あ、手に力が入っちゃう。そうです。はははは。そうすると、でもそういう方ってこっからここまでは20ヤードとか決めてるんですよ、うんうん、確かに、うん、振り幅で大体振り幅決めますよね、はい、何時何時とか、もう何時何時、これもすごくいいことだと思うんで、はいはい、ただ何時何時の中にはスピード感が絶対にある。基本的にはこうブランコで後ろまで引いて、うん、ポンと足をこうスーッと前に行った時ってやっぱりこう加速してくる感じがあるので、はい、これは大きなショットもそうですし、はい、このアプローチでも私はスピード感は大事にした方がいいかな。だからどっちかっていうと後半の方がスピードが速くなるイメージ、その中で振り幅を守るっていう感じにしてあげると、結構安定したアプローチが、緩まないアプローチがこうできてくる。そうするとこうやって今音聞こえますよね、吸ってる音なんですけど、これめちゃくちゃ大事です。
音大事。音大事です。音って結局車がこうブンってこうね加速、こう通り過ぎた時の音と一緒なんで、うん、自分のスピード感っていうのを音でこう感じたいんですよ。面白い。はい。だからこれが例えば、まあ、本当にこれ一番良くないのはすらない。すらない。すらない。はい、まずこれすらないのはもう絶対良くない。遠慮深いのはダメなんですね。ダメですダメです。しっかり吸った方がいい。そう吸った方がいい。で吸ったことでこの芝生のこのシャッっていうこの圧力、圧というか、うんうん、こうクラブが感じる圧をこうそこでスピード感ってやっぱ感じなきゃいけないんで、はいはい、この音そうすると後半の方が速くスピードがいった方が音がこう擦れる音がシュッシュッとなってきてなんかイメージはで打ちやすくこれじゃあそのまあ話整理するとざっくりする人は基本的に緩む緩むつまりスピードが緩むっていうところがあってそうです、そうです。それがやっぱり一番かなと思います。ざっくりし。で、それを解除するにはスピード上げる、むしろ。むしろこのから少しでも上がったものに対しての加速があるよっていう理解が欲しいんです。まず。はいはいはい、はいうん。それがあるだけで、あ、それがさっき言ったブランコの現象ですね。そうですそうです。はいはい、で、いや加速させると飛んじゃうんじゃないって思うんですけど、うんうん、振り幅が小さいから大丈夫なんです。なるほど。そこは。そっか。そうです。で、自らもそんなやる必要ないって勝手に上がるんだよっていうところを理解することが。逆に言うとそうそうそうです。まずは、うん、例えば落ちる練習だけでもいいと思うんですよ。はいはいはい、はい、別にボール関係なく、うん、手の力ファッて抜いた時に落ちるよねって、うん、あこれって加速してるんだなって。なるほど。でじゃあこれを今度回転を入れると自然にこう左にこうクラブが触れてくるので、はい、でまず1にこの練習ですよね。ドンドンでこれに次回転つけるとこっちにこう触れる。本当だ綺麗。そうするとなんとなく同じところをこう擦れるというか、はい、なんかスピード感が乗ってくるの でそうすると結果リズムがいい人みたいに見えるということです、ね、あ最初からリズムとかじゃないってそうだリズムって何ってなっちゃうともったいないんで、うんうんうん、リズムっていうのがスピード感だよっていうところに上げると、はい、だから上げる時のスピードがとっても大事ってことです。上げる時結局上げる時のスピードによって落ちてくるスピードが変わるので、だから、うん、やっぱり早く上げる人はそれなりに結構早くダウンになりますし、はいはい、ゆっくり上げる人はそれなりの今度は落ち方のスピード、はい、だから遠くに飛ばしたければ少し早いですよね。こうやってはいはいはい、はいうん、ちっちゃい振りでも、はい、パターでも一緒ですけど、だからとにかくまあ、うん、あんまりこう近くて怖い方は勇気を持ってちょっとこう上げたスピードよりも加速するよっていうことを頭に入れておくと緩まずまず触れるので、うん、まずそれやってみるといいかなと。なるほど思います。ありがとうございます、はい、スピード感を大事にするってことですね。そうです。ありがとうございます。やってみてください。